立ってるときは常にしたいってことだと思ってました。そうじゃないときもあると知りました。それはとっても悲しかったですね。ピカピカの一年生の脳みそがある。もうそれは実質もうカメと一緒やん。まあでもね、辛いけど否めなって感じようになったプリテンダー。グッバイ。自分好き、もうそりゃ当たり前じゃない。自分を好きにならないとあと好きになるわけなんじゃない。井上か。 3B はチャラいことを身をもって知りました。 3B っていうのはバーテン、美容師、バンドマンのことで、まあここら辺のチャラさは世界さん並みに有名だよねって。でもね、意外と知らないのは 3S よねって。消防士、整体師、スポーツトレーナーよね。こいつらも食うもの食ってるから追加で覚えときなって。付き合うまでが勝負、付き合ったら冷める。これ冷めるっていうか、お母さん難しい人多くないですかって。付き合うまでは、俺がお前を幸せにするとか、俺についてくれとか言いときながら、いざ付き合ったら、朝ごはんの匂いで目覚めたらとか、風邪ひいたらこっちが全力で心配しながら死ねるとか、夢から会えそうなのとか急に夜電話してきたりとか、赤ちゃん代わりする人多くないですかって。ベンジャミンバトンかよって。田中みな実好きで、恋愛テクで落ちる男は性欲に弱くちょろくて、他の女にされても浮気する。あ、言われてますわよ、さまえるよ、さん型、進化諸君たち。でも田中みな実がおすすめする化粧品は、間違いないよねって。あられ？おかしそう。私も量産型。自称 SK 男子イコール言葉攻め下手。いや、わかるわ。いや、2年前に、そういう人いたのよ。で、なんか、いざいたすときに、耳元で、おい、しりとりしようや、お前。って言われて、え、みたいな感じになってんだけど、で、私が返した言葉が、マウント親父多すぎ、それを要は老眼って呼ぶんですよって。無駄に年だけ取ってチヤホヤされなかった、哀れな人ね。ただね、私最近思うの、弱害も多くなった。もう多分老若関係なく、そいつ自身が人間としてクソ。ショートヘアの女子のロングヘア見たがる。こういうやつに限ってさ、頑張って伸ばしたのに、メインの方が良かったとかいうやつなんなの。ショスズモ。LINE で絵文字使う人は地雷。わかるの。特にこれな。これ使ってるやつだいたい深夜のインスタストーリーで。見てる人おる？ DM 上、DM 信。今日暇になった空いてる人おるよね。手乗せがち。吉田沙織ぶち込むよって。毎日抜いてんだろ？はい。毎日抜いております。どうなるのに。シンプルにどうせ浮気する。これめっちゃ、もうこれが一番多かったの。もうそんなね、みんながみんな男性が浮気するわけじゃないからな。ね？浮気するね。